いらっしゃいませ。ありがとうございました。おお、春日さん。特上寿司よりは持ってきてくれたかの。すまん。早めにた。ああ、分かった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほらよ、これでいいんだろ。おお、確かに特上寿司よりだ。まさかザリガニ一匹のために本当に買ってくれた。ほれ、約束のナンシーだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。煮もよ。じゃあ俺は行くぜ。寿司。おお、また。よろしくね、ナンシー。
それでは。
ちゃあっちゃおっしゃ！
Shut up! やったぜ!
ちゃー。おっしゃ。
Thank you.
誰だこんな時間に。どうも、クメさんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。 ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。ナンバさんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。<笑>これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、 本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか偽札作りまでとは全く信じがたい。 もうナンバから全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。ナンバー、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。 清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバに殺し屋を送り込んでる。となると仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてはったりです。そいつは口がうまいですから気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初 あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は？殺し屋？少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんですが、無知ゆえの勇気が必要でした。 この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え？あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。<笑>もちろんですよ。
ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチがなんでここに。ここは任せてもらっていいですよ代表、うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おいナンバー、待てって。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてえだけだ。生きてても万が一死んでてもな。あ、小笠原さん、私はどうしたら。マブチ間違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ、うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。お前らに先に刻む権利をやる。どうしようかな。見せてやる。よし。舐めると痛いのに。見てなさい。ほら来いよ、俺の番だな。何、俺の番か。怪我しますよ。うわめっちゃ待って。やんのか赤で。頑張ります。やろうぜ。とりゃ。なめないでくれ、私の番。出てきやがったな。あのなぎなたみたいな武器何なの。あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかしてだとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあの棒ごとへし折ってやろうぜ。よし行くぞ。どっから切ってほしいんだ。本気ですか。さて、待ち構ってね。うちの野郎、ああお前そうだ。何とかしないと。直さねえと。ほら、ほら。
すげえ聞いたぜ最高じゃねえかまだ口が利けそうだなありがてえいってえ何なの嬉しそうな声出してよくもうちの店長殺してくれたじゃねえか殺したなはあ殺した殺した殺してやったよ清流会とドンパチするために俺は言われた通りにやっただけだ言われた通りにだと誰に何をさっきここにいたろブリーチジャパンの代表小笠原小笠原あいつが店長の殺しをお前に何が狙いでそんなことを小笠原の狙いはな偉人町そのものだ何だと荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだそのためには肉の壁にひびを入れる穴を開ける必要があった穴を開けるってそれが野々宮が死ぬことなのじゃあ何か小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を何がブリーチジャパンだ何なんだあいつらは待てやマブチ連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある小笠原にはでかいバッグがついてるバッグ偉人さんも陸の壁も時期終わりだ明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな兵隊ブリッジジャパンのかそうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。やつみてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえおやっさんてめえと一緒に語んなオウミ連合がこの町にも来るのそこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか小笠原の野郎に奥にまだ部屋がある小笠原も難波もそっちへ入ってたなあ分かってる行こう
奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。ナンバ？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番ナンバ、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた。明日オウミの兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえナンちゃん、気持ちはわかるけど私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ、でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。あ、本当に行くのか。止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ。チャンスだろ。なあ、そうだな。シェイ。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ？都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ。青木亮を知ってんのか。違う。若だ。荒川雅人。知事、
来週の予算審議、反対派のトギラは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ、荻窪幹事長の打ち出の小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか。いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木はある時一念発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍地コメンテーターなんかもやっ。で2年前政治家な。パッと見る限り やっぱ他人の空似じゃない。いやむしろえどそのヤクザを町から一掃する作戦よね。まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは産経作戦が優秀だったというよりも
東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。で、その情報を流していたのは荒川組組長、荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったって。グルどころの話じゃねえ。カズガ、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川おやさかもな。あら、水子。若が都知事なら戸籍を変えるの。架空の人間を作り出す、加工した写真を作り偽名、ほんの少しの間でもちょだよね。実際には全部嘘なんだもんね。そう、でも実際多分その簡単とは言ってね。だが裏社だろ。若でもな、まあ、本当一番中荒川組がわざと。待った。何。若は生まれてすぐの事故で歩けなかった。え、青木亮はでもそれアメリカ、うん、あだっこんそれ そうだ、若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀の内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ、じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。でも、なの、ま、そういえば明日かん、そ、いや、マスター、ああもう片付いてる。物置になってたんだが、そこを、お、こ、な、それ、もともと、くわ、そんな、ま、ありがとう。じゃあ、遠慮なく使わず、おう、うる、ちょっと。なあ、ん？
いいや。なあ、わかった。
若さ、考え直してくださいよ。そうですよ、片付けるかね。私からの通知だ。手加減しねえぜ。どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。いないよ。こっちですよ。見せてやる。やめるなよ。いやあ。私の番ね。よし。やめるな。手置き。完了。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Thank you.
待ってください。そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみ、ん？え？だ、大丈夫？それは元靴か。これは一体。実は。なるほど。ええ、売られているですが、そあろうこ偽物に迂闊に。ああ、仕方。本当？そういう。俺はそれでは春日さん。
か？ふーん、あーん。お、なんだ？これは。なんだ？これは。なんだ？これは。ふーん。これは。なんだ？あーん。なんだ？ふーん。あーん。け。これは。あーん。お。ふーん。あーん。これか？ああ。
これか？これは。ふーん。これか？ふーん。お。No.
こだ？これか？ああ。お。なんだ？ああ。お。ふん。これか？ああ。お。なんだ？ああ。いや。ああ。お。ふん。ああ。これか？ああ。これか？ああ。
か？なんだ？ああ。お。これか？ああ。お。ふん。なんだ？ああ。お。これで全部みたい。いやそうか。だが、ああ、そうか。それもうあな、いや、まあ、それキャラクター偽物とはいえ所詮愛情を込めて道、確かに。それに世の中真面目に、ああ、そんなわけ。俺もありがとう。いつかに、まあ、そうだの。ええお、ああ、限定。何年か前に尾道であの道を、そこから道、あの人の正義、いつかまた同じタイプ。へえ。いやー、それでは私はこれ、春日さん。おう、ゆるキャラ。どうしようかな。奥の手。ほら来いよ。
お待たせしました。起きた。お掃除丸。ついていない。くそ。今、ママは。もうじゃこ。早く足を落としてくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。それはどこにあ。お掃除丸の。アホか。だが。あ、アタッチメント。 お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カーボン製じゃ。またも、コーヒーな。さっ、頑張ります。やめないでくれる？見せてやる。よし。なめんなよ。私に勝てますかね。手置き。 完了。舐めるといたい目見ますよ。よし、行くぞ。誰がいいか。舐めないでくれる。舐めんなよ。私に勝てますかね。え、本気ですか。来てみろ。ぶっ飛ばしてやる。怪我しますよ。 ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。
壊してやる。誰を呼ぶか。私に勝てますかね。どうしようか。ほら来いよ。さて見せてやる。俺の番か。怪我しますよ。ふざけないで。いっぱいになりました。私の番ね。とっておき。ザコが頑張ります。手をやるか。俺の番だな。誰がいいか。私に勝てますかね。どうするか。絶対負けない。やってみろ。どうしようかな。なめんなよ。なめないでくれ。はあ、クリーン。ついに。ほら来いよ。絶対負けない。よし、行くぞ。誰を呼ぶか。本気ですか。見せてやるよ。社長だ。舐めると痛いんですよ。してみろ。頑張ります。やあ、私の番ね。見てなさい。ザコが。俺の番だな。誰がいいか。誰を呼ぶ。やってみろ。とっておきだ。クリーン。ついに行きます。怪我しますよ。どうしようかな。なめんな。はあ、やめないでくれる。どうするかね。誰がいいか。絶対負けない。やんのか。私に勝てますかね。舐めないでくれる。やってみろ。ほら来いよ。クリーン。ザコがクリーン。ついに
ぞ。本気ですか。は私に勝てますかね。ほらよ。ありがとうございます。頑張ります。ほら来いよ。やめんな。とりゃ裏コードな。ハイパーハイパワーモードじゃ。もじゃこ気をつけろ。はいはい。ハイパーな。フリーザきれいさっぱりだ。私の番で舐めると痛い目見ますよ。とっておき。俺の番か。行くぜ。どうしようかな。しかし自分ですよ。むしろでは私はさ俺の方こそ作った。あ、すいません。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。腰が張る。
なくなった。最後まで剣決めました。なんかあったら。うっ、順平。はい。いや、そうか、さっき殴られたと。
みてやる。手加減しねえぜ。頑張ります。ほら来いよ。やめるな。やめないで。ちょっと待って。成長を感じます。骨が折れそうだな。いらっしゃいませ。いた。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どこに行こうか。スナックでも。楓ちゃんのスナゲームセゲームセ実はえはい。どうだ。
前を決めて。こんなところで止めちゃって、どうだ。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。いきまーす。ストップ。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。いきまーす。ストップ。ど狙いを決めて、いけが狙いを決めて、こんなところで止めちゃって、どうだ。また来てね。綺麗ですね。私、こうやって夜景を見ることに憧れていたんです。確かに綺麗なもんだな。ずっと近くにいたのに気づかなかった。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。そうですね。でも私いつもすすり線でも窓から外、ベッドの上、
片付けるかね。手加減しねえぜ。頑張ります。来やがれ。来てみるな。見せてやる。舐めるなよ。完了。いらっしゃいませ。いただきごちそうさまでした。ありがとうございました。開けてみるか。やったぜ。本当に店壊されてもいいんだな。ああ、だから好きにしなって言ってんだろ。なあばあさん、あんたの店ぶっ壊したってよ、俺だって何も得はねえんだ。春日はどこなんだ。町のもんはみんなあんたが知ってると言ってんだぜ。じゃあみんなが死ねって言ったらあんた死ぬのかい。それが返事か、クソババ。うわっ、うっと、寸止めにするつもりだったんだけど当たっちまったわ。手元が狂った。悪い悪い。俺の質問答える気になったか、ばあさん。うん、おんだ
行けや。手元狂っちまわねえように気をつけろよ。来やがったな、カスガ。バカだね。なんで来たんだい。来るなって言われると来たくなっちゃうたちなんでね。タマコさん、大丈夫かい。別に私はあんたをかばってやろうとかそういうんじゃなかったんだからね。分かってるよ。ハマコさんはただこいつらの物の聞き方が気に食わなかっただけだろ。ああ、やっぱりあんたは分かってくれてるね。あとは任せてくれるかい。ああ、任せてやるよ。待て！道を開けな、ドサンピン。もう星野会長からお許しは出たのか、戸塚。そんなもんはいらねえんだよ。もうあのジジイに愛想が尽きた。はあ、偉人町の三すくみは茶番だった。俺らには絶対不可侵が鉄の掟だが、トップ同士は仲良くこっそり偽札で稼いでやがった。誰からそのことを。ブリーチジャパンの連中だ。町中に触れ回ってる。おかげで俺らはいい笑いもんだ。ナオマーがうちの若いもん蜂の巣にした件も親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさ。バカバカしくてやってらんねえだろ。こいつらみんなそう思ってる。だからこの俺を担ぎ出したんだ。俺の方な、俺の、ええ、そ頭かじわるぞ。この若にお願いします。どうしようかな。やってろ。ほら来いよ。ほら来い。なめんなよ。強くなった。あんたの器じゃ清流会は取れねえよ。お山の大将はよそでやんな。少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞ。そん時はすまきにして川に放り込む。
俺は言ったことは必ずやるぜ。返事は？わかった。誰だ？翔だ。今立て込んでるからさ、手短に話すよ。あ？俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバックには近江連合がついてる。最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだった。お前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだね。あれ、もう知ってたの？なんだよ、お礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。じゃあ、今部下の報告じゃ、その大半は近江の兵隊たちみたいだね。なんだって？要するに、見た目は堅気のデモ隊だけど、中身はヤクザが勝ち込んできたってかった。連中の偽札、大宮単なる肉だと、まぶじの人、とあそこか。だから今、コミジルまで出てる。なるほど。でも、まだ。まだ。じゃあ、あと一つだけ知らせとく。ブレオが。チッ、切れちまった。コミジルの鉄砲。その代わり、どうなった？やばいことやっとんねやろ。早う出てこんけ。
Oh. Thank you.
らっしゃい。いた。ごちそうさまでした。ありがとうね。持ち出してんのかよ。組めといたやろうか。こいつらネズミやで。捕まえれ。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。やる気だぜ。お金お願いします。どうしようかな。やめんや。俺俺やんのか。はい。寝てんのか。見せてやる。やめんな。よし。やめんな。なんや。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや。アホンだら。やろう。いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズヤ、あいつは大海の頭補佐だ。頭補佐？石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか？いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。うん、なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我、カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。はん、だったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、
話し合ってくれんのか。アホか。あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くね。くそ、来るよ一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？だい、あの、頑張ります。してみるか。絶対負けない。奥の手、ふっ、えい、よし、ふっ、はっ、とっておき、俺の番だな。舐めないでくれる？私に勝てますかね。絶対負けない。怪我しますよ。ふざけてるんですか。ぶっ飛ばしてやる。よし、は、絶対負けない。やめんな。見せてやるよ。それです。俺の番か。やめんなよ。さて、どうしようかな。やってみよう。はっ、やるか。私の番ね。見てなさい。勝てますかね。よし、行くぞ。誰を呼ぶか。舐めないでくれ。舐めんな。舐めると痛い目見ますよ。ふざけてるんですか。ぶっ飛ばしてやる。してみよう。どうするかね。私に勝てますかね。舐めないで。やってやろう。やっ、絶対負けない。あ、目が回る。よし、ほら来いよ。なめんなよ。やるか。はい、ありがとよ。俺の番だな。
どうしようかな。見せてやる。なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。俺の番だな。なめる。取っておきだ。このままじゃ済まさへんで。きれいさっぱりだ。してみの番か。怪我しますよ。やるか。絶対負けない。よし。これだ。何十。私の番ね。ほら、来いよ。出ますかね。頑張ります。奥の手。やっ。これで元通りだ。舐めるとよし、行くぞ。待ちなさい。派手にぶちかませ。チョコまかしよってボケが。ちくしょう、まだ動くのか。どないしたポンコツ、もっと決まって動かんか。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。待機やったのに。なんや、動かへんやないか。一旦仕切り直したい。お前がタイプだとよ。変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。いや、お、なあ、くそ、
違うはるぜ。いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃな。分かった。あんたがそうしろと言うのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と。手を貸してもらえるか、春日。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。半巡儀、お前が火付けの指揮を取る。孫妃、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。やあ、気張りを猛上に高城は仕方った、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしちまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、だから荻窪、我々は彼の捨て駒になる。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって。いや、お前たちには近江の追い返せ。ただでもよ、頼む、力を貸してくれ。孫妃、頭をお上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。え、
私、正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でも、プライド高いいい女が頭下げるなんて、よっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまねえ、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。片付けない、礼を言う。じゃあやるよ、サエコさん。ん？ありがとう。ある面が多いな。お、なんや踊れら、鉄球の下敷きになったんやないんか。残念だったな。またいつでも相手になってやる。せやけど、考えたら妙な話やな。あ？そもそも踊れはなんで生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。代行が踊れを撃った後、そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。間違いなく言い切れんのか。おう、死体は組の門に始末させたと聞いとったから。なんで我が言っとるんか、あの人に今度よう聞かんとあかんな。小笠原さん、印刷機はあの奥です。こいつら証拠を燃やす気だ。石尾田さん、ちっ、道理でコミジョルのもんがあんまおらんかったわけや。総出で火つけとったんかい。そこどけ一番。お前何やってんだ、偽札の証拠が消えちまう。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。悪いが孫妃と戦略しちまったんだ。何だと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまった。でもな、おめえのためでもあるんだ。てめえ一番早く止めさせろ、この死に損ないが。ぶっ殺したら、邪魔するんじゃない。ここで仮装にしてるわ。頑張ります。来てみろ、なめんな。やれおれ、それ諦めたらどうだ。奥の手やるんだ。やめんな。やってみろ。よし、よ、
来てくれ。やめんな。ちょっと来てくれ。勝てますかね。やめてみる。どうしようかな。はい。そろそろ諦めた。来てよ。寝てんのか。おれおれ。見せてやる。
よし、舐めると痛い目見ますよ。舐めんなよ。やんのか。はい。サンキュー。私に勝てますかね。やっ、どうしようかな。ザコだ。ぶっ飛ばしてやる。回復します。やめるな。どうするかね。行くぜ。出た。せっかくここまでいらしたんだ、もう少しおもてなしをさせてください。小笠原さん、
全部闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も俺の弟のことも、うん、最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ！ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだな。はい、元気にしておられます。本当か？マジか。なんで教えてくれなかったんだって。そりゃ無理か。当初から難波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われる身。お教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何よりナンバ、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい、ナンバ！でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く。場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で偉人帳に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。ん？そうなのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も。
伏せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。あんたにはいろいろと聞きてえことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。